だが永遠に彼を忘れはしないっていうふうにこう、あの、喉を刺された即死だったそうだ。もう10年以上も会ってないけど、彼を永遠に忘れないっていうようなことを言ってます。で、思い出に浸っている。か、あの、この時作家はですね、思い出に浸って過去を見ているから右を見てるんですね。映画の文法法則です。そこにですね、子供たちが、パパ、まだ書いてるのと言って入ってくるんですけども、その瞬間ですね、作家の方向は逆向きになります。 カメラ側から子供が入ってくるわけですね。で、これですね、イマジナリーラインを越える、写軸ってあの日本語で言うんですけど、イマジナリーラインを越えるって言ってですね、実はあの映画界では割とタブーの手法なんですよ。あんまりね、見ないんですよね。あのー、実はこのシーンとこのシーン、すごい繋がりにくいので、同じ表情で繋げているんですけどですね。で、なんでこの写のイマジナリーラインを越えるようなカット割りしてるの,するのかっていうと、その、 この瞬間にはもう子供に呼びかけられて、過去を振り返るのをやめてるからなんですね。そこでですね。子供たちとちょっと話した後、書き出しを始めるんですよ。で、なんでかっていうと。この思い出していた状態の作家にはですね。友達のことが大事なんですね。思い出してます。もう、あのー、あの頃、もう。私は彼のことを忘れないだろうって言ってる。この時は本気なんですけどもところがですね。この。 左を見てる作家にとって大事なのは友達との思い出ではなくてですね自分の小説が面白いかどうかなんですよ読者を感動させる出来になってるかどうかっていうのが気になってるだから未来を見てるわけですね過去の思い出よりも未来を見てこのお話をもっと感動させるにはどうすればいいんだろうと思って書き足しを始めるわけですで書き足す、えー、も,うもう私は彼のことを決して忘れないって書いた後ですね あの12歳の時のような友達はもうできない。誰にもっていうふうに書き足すんですね。で、その後立ち上がって自分の原稿を見てにんまり微笑むんですよ。なんで微笑むのかというと、いい小説が書けたからですね。つまり、あの、映画見た人はわかる通りですね、かつて、えー、見知らぬ少年の死体を探しにですね、4人の子供たちは冒険するわけですね。で、なんで死体を探すのかっていうと、 なんかこう、行方不明になっているというふうに新聞とかラジオで言ってるからです。であの男の子の死体を見つけたら俺たちは有名になるぞって思って4人の子供たちは一晩のキャンプをしてですね冒険すするんですよ。しかし実際にその子供の死体を見つけた時にですねゴーディーです、ね、主人公はですねそういうのはやめようって言うんですね持って帰って有名になろうぜってみんな言うんですけどそういうのはもうやめようよって言うんですよ。 で、えー、彼はここにそ,あのそっとしておこうで、僕らで匿名の電話をかけようというふうに言うんですねしかしですねその見知らぬ子どもの男の子のですね、死を利用して有名になるっていうことに嫌悪感を感じたゴーディはもういないなんですよ。ここにいるのはですねその友達の死を利用して良い小説が書けたことを喜ぶ大人になった。 っていうことなんですねこれがそのイノセンスを失うことであり純粋さを失うことであって大人になることだっていうふうに映画監督がすごいね冷静に残酷に書いてるんですよ。ただそれはそんなにねその観客全員に分からせたいことじゃないんですよ。でも同時に書きたいのはそれはもう帰ってこないなんですよね。で帰ってこないのはクリスが死んだからじゃないんですよ。 クリスが死んでショック受けたんだけどでも半日後にもしくは何日か後にそれを小説に書いてニヤリとしてしまう自分これがそのあの頃は戻らないっていうことなんですねなので、えー、子供とはしゃぐわけですねプールに行きたくて待っていた子供たちとワーワーワーワはしゃいでるんですよであのー、なんだろうな ここでんでこうにやりと笑うのかっていうとですねあのこれゴーディの癖なんですよね。ゴーディーは嘘をついたってみんなを喜ばせた後、ですね作り話をしてみんなを喜ばせた後に恥ずかしそうに微笑む癖があるんですね。えー